A 級戦犯、A 級戦犯、A 級戦犯は、第二次世界大戦の連合国によるポツダム宣言6条に基づき、極東国際軍事裁判所条例第5条以降により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判、東京裁判により有罪判決を受けたものである。条例では、A、平和に対する罪、B、 通例の戦争犯罪 C 人道に対する罪の3つの罪が記載されたが、英語原文でこれらが ABC 順になっているため、項目 A の平和に対する罪で訴追されたものを A 級犯と呼ぶ。項目 B、項目 C で訴追されたものを、それぞれ B 級戦犯、C 級戦犯と呼ぶが、そのほとんどが B 級戦犯、通例の戦争犯罪であった。 日本が主権を回復した1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日、木村徳太郎法務総裁から、先般の国内法上の解釈についての変更が通達され、先般公禁中の死者はすべて、公務士として、先般逮捕者は、抑留または逮捕された者として取り扱われることとなり、先般とされた人々のために数度にわたる、 国会決議もなされた。1945年、昭和20年7月26日、ポツダム会談での合意に基づいて連合国を構成する国のうちイギリス、アメリカ、中華民国の三国により、大日本帝国に対して13箇条からなる幸福勧告、ポツダムことが発せられた。第10項の中に、我らの不良、 捕虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰が加えられるであろうとある。同年8月8日にはイギリス、アメリカ、フランス、ソビエト連邦の4国が欧州数軸諸国の重要戦争犯罪人の訴追及び処罰に関する協定、ロンドン協定、戦犯協定を締結。ここで平和に対する罪という 新しい戦争犯罪の概念が登場した。ただし、人道に対する罪については、新しい概念とまでは言えず、1915年のアルメニア人虐殺に対する英仏路共同宣言に、ま、遡ることができるが、第二次世界大戦当時、人道に対する罪は、監修国際違法として確立してはなかった。同年8月10日に、日本がポツダム宣言を受諾。 15日に終戦となった。同年8月29日、日本の占領を行う連合国の中でも、中心的な役割を持つことになる。アメリカ政府は、連合国軍最高司令官となるダグラス・マッカーサー。アメリカ陸軍元元元帥に、暫定的な日本降伏初期の対日政策を無線で指令。その指令書の一行に、連合国の捕虜その他の国民を虐待したことにより、 告発されたものを含めて、戦争犯罪人として、最高司令官、または適当な連合国機関によって告発れた者は、逮捕され、裁判され、もし有罪の判決があったときは、処罰されるとあった。翌三十日、マッカーサーは、厚木飛行場に降り立ち、その夜、マッカーサーは、CIC、大敵諜報部部長エリオと総部潤賞に、東条秀樹陸軍大将の逮捕と、 戦争犯罪人容疑者のリスト作成を命じた。アメリカ政府は、占領政策を円滑に進めるために、天皇の存在は欠かせないと判断していたため、昭和天皇の訴追はなされなかった。同年9月2日、東京湾に停泊したアメリカ海軍の戦艦ミズーリで、イギリスやアメリカ、中華民国、フランス、オランダ、ソビエト連邦などの連合国と日本の幸福文書、 調印式が行われた。同月9日、総プは東条内閣の閣僚を中心に、先般容疑者のリストをマッカーサーに提出、直ちに国務省に報告し、翌10日、国務省から了解の返礼を受けた。先般の逮捕は連合国軍最高司令官から、終戦連絡中央事務局を通じて、日本政府に通達され、本人には連合国軍の中でも最初に、 東京に駐留を開始したアメリカ軍の第八憲兵司令部への出頭命令という形伝達され100名を優に超える逮捕者を出した。なお、出頭命令を受ける前に杉山本は9月12日に自殺している第二次戦犯指名リストには掲載されていた。下記の永久戦犯容疑での逮捕者は計126名、5名は逮捕、出頭前に自殺。また、 アメリカの植民地であるフィリピンでの行為は、アメリカ軍が管理するマニラ軍事法廷で裁かれたため、フィリピンで捕虜にならず帰国していた者は日本で逮捕後、マニラへ送還された。ドイツ大使館付警察部官のヨーゼフ・マイジンガーは、全民地のポーランドでの行為が罪に問われたため、逮捕後アルシャーに送還された。板垣聖志郎、木村平太郎、武藤明は、外地で逮捕。 橋本金五郎は国内で単独で逮捕。都合4名。永久戦犯はロンドン協定により開設された極東国際軍事裁判所条例の第5条以降の定義により決定された。極東国際軍事裁判所条例第5条人並みに犯罪に関する管轄本裁判所派、平和二体、する罪を包含せる犯罪に不個人。 としてまた破断隊員として卒追せられたる極東戦争犯罪人を審理処罰するの権限をありす。上気犯罪の何でかを反参とする共通の計画、また破共同防御の立案また破実行に参加せる、指導者、組織者、共作者及び、微強犯者派、各、カル計画の遂行上ため、されたる一切の行為に不、それの難否とに入り手ため、されたると、 と言はず、責任をありす。これに基づいて、極東国際軍事裁判によって、有罪判決を受け、戦争犯罪人とされた人々を指すことが、一般的である。代表権事アラン・ジェームス・マンスフィールドは、昭和天皇の訴追を強行に主張。しかし、主席検察官ジョセフ・ B ・キーナンが局長を、務める、国際検察局は、天皇の訴追には断固反対し、 面積が決定された。東京裁判の途中まで、中華民国は天皇の卒を強く要求していたが、中国国内で中国共産党軍の勢力が拡大するにつれて、アメリカの支持を取り付けるためその要求を取り下げ、平和に対する罪、人道に対する罪の適用は、事後法であり、法の不足原則に反していることから、 ラダビノードパール判事はこの条例の定義を適用せず、被告人全員の無罪を主張した。ウィリアム・ウェブ裁判長は、被告全員を死刑にすることに反対した。その理由として、最大の責任者である天皇が訴追されなかったため、量刑が著しく不当であるというものである。デルフィン・ジャラニラ判事は、刑の宣告は、寛大に過ぎ、 これでは犯罪防止にも見せしめにもならないと強く非難し、被告人全員の死刑を主張した。BC 級戦判は約1000名が死刑判決を受けている。石井史郎、関東軍防疫給水部731部隊隊長は関係資料をアメリカに引き渡すという交換条件により免責されている。サンフランシスコ平和条約で日本は 東京裁判などの軍事裁判の結果を受け入れることが規定されており、法的には日本は国家として判決を受け入れているが、国内においてはそれを不服として、異論を持つ者もいる。上記の28名が1946年、昭和21年4月29日、昭和天皇の誕生日に起訴された。このうち、大川周明は梅毒による、 精神障害が認められて、卒位免除となり、長野治美と松岡洋介は判決前に病死したため、1948年11月12日に被告として判決を受けた者は25名となっている。なお、ウェップ裁判長は死刑制度が廃止されていたオーストラリア出身で、23年にも渡る裁判官生活で死刑を言い渡すのは、これが初めてだったために、 極東国際軍事裁判所は、被告を公主刑に処するの部分の口調は、ある意味の興奮があったという。この判決について、東条をはじめ南京事件を抑えることが、できなかったとして、諸院55で、有罪、死刑となった、広田、松井良被告を含め、東京裁判で死刑を宣告された7被告は、全員が、b c 級戦争犯罪で有罪となっていたのが、特徴であった。 これは、平和に対する罪が、事後法であって、財刑法定主義の原則に逸脱するのではないかと、する批判に配慮するものであるとともに、BC 級戦争犯罪を重視した結果であるとの、指摘がある。死刑は1948年、昭和23年12月23日、皇太子昭人親王、現在の金城天皇の、誕生日に執行された。 処刑された七人の遺体は、横浜市西区の久保山斎場で火葬され、遺骨は米軍により、東京湾に捨てられた。しかし、12月25日に、小磯国秋の弁護人だった三文字昌平が、共同骨捨て場から遺棄、七人分が混じったおひそかに、回収し、近くの高禅寺に預けた。1949年5月に、伊豆山中の高和観音にひそかに葬られた。 その後、1960年、昭和35年8月16日に、愛知県はずぐはず町三金山の山頂付近に移された。三金山には純国七死病が設けられ、その中の純国七死の墓に遺骨が分骨されて安置されて今にいる。彼らの中には、騎士や小力や尾形のように、第二次世界大戦後の日本社会の有力者になったり、 それぞれの分野で相応に一定の社会的地位を築いたりした者もいた。しかし、アメリカ合衆国政府が機密指定を解除して公開した中央情報局 CIA の文書によって、騎士、勝利機、小型らは日本を新米化するためのアメリカ合衆国政府の協力者として位置づけられていたとが確認された。ただしこのうち3名は死刑で1名は 死刑判決だったものの執行停止。2名が終身刑、後元刑。5名が有機重労働刑。GHQ はプレスコードなどを発して検閲を実行し、戦般用語や極東国際軍事裁判批判などとの理由を付け削除や発行禁止などを行い言論を統制として、ウォーギルトインフォーメーションプログムを実施したとの江戸、厚志らの主張がある。 日本の主権回復後の戦争犯罪人の取扱いについては、1五十二年四月二十八日発行の日本国との平和条約、サンフランシスコ講和条約の第十一条に規定されている。その内容を下記にて示す。日本国は極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決を受諾し、 かつ、日本国で拘禁されている日本国民に、これらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されているものを赦免し、減刑し、及び仮出国させる権限は、各事件について、刑を課した一または二以上の政府の決定及び、日本国の勧告に基づくの外、と、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告したものについては、 この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定、及び日本国の勧告に基づくの祖と、行使することができない。1950年代には、これに基づき国内外で収監されている戦犯の、斜面や原型に関する以下の国会決議が採決されている。ただし、永久戦犯については、斜面された者はおらず、原型された者がいるのみである。 終身禁錮の判決を受けた10名。一方、先般の国内での扱いに関しては、それまで極東国際軍事裁判などで先般とされた、ものは国内法上の受刑者と同等に扱われており、遺族年金や恩給の対象とされていなかったが、1952年、昭和27年5月1日、木村徳太郎法務総裁から、 先般の国内法上の解釈についての変更が通達され、先般公禁中の死者はすべて公務主として、先般逮捕者は緑流または逮捕されたものとして取り扱われる変化が生じている。また、1五十二年、昭和二十七年四月施行された、戦傷病者戦没者遺族等援護法についても一部改正され、先般としての交流逮捕者について、 非公金者として扱い、当該公金中に死亡した場合はその遺族に、不助料を支給することになった。これらは、前年の1952年に、国内外で先般として収監されている者を即時に、釈放すべしという国民運動が発生し、4000万人の日本国民の署名が集まったことに起因する。そして、恩給改正法では受刑者本人の、 温球支給期間に公金期間を通算すると規定され、サンフランシスコ講和条約第十一条の手続きに、基づき関係十一カ国の同意を得た上で、原刑されたものについては、永久戦犯の名誉の回復については、1953年、昭和二十八年七月九日の厚生委員会において、社会党、社会民主党の旧将の包つつみつるよが、 先犯で処刑されたところの遺族の問題であります。処刑されないで判決を受けて服役中の留守家族は、留守家族の対象になって保護されておるのに、早く殺されたがために、獄死をされたがために、国家の保障を留守家族が受けられない。しかもその英霊は、安国神社の中にさえも入れてもらえないというようなことを今日遺族は、非常に嘆いておられます。当然先犯処刑。 国主された方々の遺族が扱われるのは当然で、あると思え今、ま。と答弁した。茂光葵は、東場内閣と小磯内閣で外務大臣を務め、永久戦犯として、有罪判決を受け禁錮7年の刑を受けて、講和条約の発行と御社後に、衆議院議員に3回当選し、1954年に鳩山内閣の副総理、外務大臣となり、 日ソ国交回復交渉や国連加盟交渉に取り組み、1956年の国際連合総会で日本の国連加盟が全加盟国の賛成で承認され、茂光の受諾演説に対して加盟国代表団から拍手で迎えられ、その功績に対して公職引退後、死後に君一等局実当課題受賞を授与された。かやおきは東場内閣で、 大倉大臣を務め、極東国際軍事裁判で永久戦犯として終身刑を受けた。かやおきのりは連合国との講和条約の発行と、御社による刑の執行終了後、衆議院議員に5回選出され、池田内閣で法務大臣を務め、その功績に対して、公職から引退後に助君を打診されたが辞退した。1978年、昭和53年、 安国神社が死刑及び、極中死、平沼喜一郎は、病気管理釈放後の死去の14名を、昭和時代の殉難者として合死した。安国に戦死者以外が合死されることは、例外的であった。また、広田幸貴など非軍人を合死したことでも、例外的な措置であった。死亡の理由は、法務士となっている。安国神社の永久戦犯合死問題の是非や、 それに対し、首相ら閣僚が参拝することに関しては非難する意見と個人の思想信条の自由という意見がある。1985年に内閣総理大臣、中曽根康弘、元海軍主継少佐が靖国神社を公式と称して参拝、法律が定める首相の職務ではなく政府の行事でもないので法的、政治的には公式参拝ではないした後、 靖国神社の国家文字を唱える千鳥ヶ淵戦没者、母園奉仕会会長の瀬島隆三、元関東軍参謀陸軍中佐と合志取り下げ論を話し始めた。第3次、小泉内閣下において、民主党の野田義彦国会対策委員長は、永久戦犯と呼ばれた人たちは、戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合志されていることを理由に、 内閣総理大臣の靖国人参拝に反対する論理はすでに破綻していると解釈できるとし、先般の名誉回復及び極東国際軍事裁判に対する政府の見解と内閣総理大臣の靖国神社参拝について質問を行った。これに対して2005年10月25日に提出した答弁書において政府は第二次大戦後極東国際軍事裁判所や その他の連合国戦争犯罪法廷が課した各級の罪により戦争犯罪人とされた永久戦犯を含む人、軍族らが死刑や禁固刑などを受けたことについて我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないとした一方で戦犯の名誉回復については名誉及び回復の内容が必ずしもらかではないとして判断を避けた。 首相の靖国神社参拝に関しては公式参拝であっても宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合には日本国憲法第20条第3項国の宗教的活動禁止に抵触しないとの見解を示している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。